俺が選んでこれ、レイアリアポーの休日ってなわけで、これはホライゾンになってる。バカ高い？これなんだ？国営の森中央森林だったらそんな高くない？ね、あ、これうるさかったらごめん。マイクのちょっとセット、ああ。あ、よし、やってこう。どっこいしょ。で、レイアリアポンの休日は頭部か。なるほどね。走ります。引っかかってる。こっちね。ああ、久しぶりのグリダニアですわ。ただ俺こんなとこ見たことない。何これ。え、ここら辺のやつとかさ、実際どうなの？うわあ。全然雑魚だ。これはもう秒で終わるわ。あ、ちょ、めっちゃ絡まれとう。これを走って、え、なんかさ、これさ、このクエスト行きやみたいなさ、なんか、あれできないのかな？マイクちっちゃいな。ちょっと待ってね。マイクを。オッケー。よし。これで、頭部に行って、ここら辺で何をするんだっけ？こいつらを縛ってばいいの？レイアリアポーの弓術。あ、だ、これだ。ツリースラックを討伐、バルチャーを討伐、OK。ジャーナルから横のチェックを黄色にしておくと常にそのクエストが横に表示されますよ。ジャーナルからこれをチェックできない。チェックした。オッケー。あ、出てきてる。これで俺はもう今日は。あれっすわ。ドレスは今赤スラッシュになっていると絶対に横に表示されなくなります。ああ、そういうこと。じゃあ俺出てなかったのはそれのせいか。あ、待って、めっちゃこれ、待って、すぐ俺はこんなの。次バルチャー、どこ？
結構めんどくせえ説ある、これ。なんでや、なあ、シカトしなきゃよかった。クラスクエスト全シカトしてたから。最初の方のジョブクエだとレベル差が出ますからね。いや。いや、で、あのね、レベル差あるんだけど、なんかね、全シカトしたたせいでね、移動がね、結構ある説ある。いや、これさ、いやー、これチョコボあった方がやっぱ早いかな。うわ、順番違うかな。チョコボゲットしてからクラスクエストの方が良かったかな。説あるよね、これ。わあ、説あったな。だってあれしょ、チョコボあともうちょっとだよね、俺。なんだっけ。グランドカンパニー。チョコボ解放されると移動は楽ですね。そう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 、グランドカンパニー。え、グランドカンパニー入ってからさ、すぐ早い？結構遠い？ないうちはプロトンで移動速度上げるのもて。やっぱプロトンしかないか。じゃあもうしゃあないか。これでしょ。ちょっと何個かやったらちょっとメインストーリーちょっとで触ろうかな。どうなんだろう。いないし、バルチャー。グラカン加入したら割と早めかな。早い？こいつ前ね、倒せなかったんだよね。今倒せるかな。わあ、全然雑魚だわ。わあ、雑魚だわ。前ボッコボコされたのに。ってなわけで、バルチャーがガチおらんねんけど。え？なんでこんなにね、バルチャー。あと2匹なんだけどさ、いない。登れない、登れない。え、登れない。こっち行けない、行けない。湧いてきたよかった、湧いてきたよかった。クエスト分も湧かないってなんやねん。初めから出しててくれや。オッケー。いや、もうこれはね、クラスクエストに関してはね、2万ギル割るとこまでは使おう。え、レイヤーリアポート話すと。道こっちで合ってるかな？めっちゃ適当に進んでるわ。こっちじゃなかったっけ？出る？当てるね、オッケー。当てた、当てた。わ、久しぶりだわ、グリダニア。めっちゃ久々。みんな。場合によってはお手伝いもできるけど。いや、これね、お手伝いって早いかな、やっぱ。その目、休日しらしくなったじゃん。特徴捉えずし、まあ、そんなとこもうすでに通り過ぎてるよ、俺は。バルチャーはその翼で突風を起こす。ジョブクエだと辻ヒールくらいか。まあ、そうだよな。重要さが分かっただろ？パリにおいて基本中の基本だ。もうそんなとこ通り過ぎてるんだよね、俺。誰だと思ってんだよ、俺。イフリート倒してんだぞ。狩りの術、村で暮らしたときは一瞬の、はい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 。もうそんなとこ通り過ぎてるんよ。何時代やねん。一瞬の隙が命だよ。テレポタクシーもできるけど。だとしたらもうテレポはね、普通にあれしちゃえばいいから、自分でもお金払っちゃえばいいから。で、
ルシアナに報告？あ、お前か。おお、クラスクエストってムービーあるんだ。しっかりしてんね。あら、お帰りなさい。例の指導をこなしたそうね。はい。何？おい。釣り、いや。本当か。イフリート倒してるわ。はい。あの、ムーンキーパーめ。責任が、なんやねん、お前。ギルドに置くべきではないと。おい、こっちからイフリート倒してんだぞ、お前。そんな口聞いていいのかよ。全然やめるぞ、ギルド。シルベル、あなたの忠実の腕を認めるわ。大切に思ってることも。いけません。B は成長したわ。ちゃんとジョブクエ済ませてると後々面白いんですよね。やっぱもうちゃんとやってるとおもろいんだよね。きっとそうなんだろうね。やるっけないよ。お願いするつもりはシルベル。あなたもそのつもりで例に教わったことを念頭に磨いてくること。そうよな。勝手にしろ。やるっけないよな。視線を見る。他のギルドにて術を学ぶことを許可します。はい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 。例えば別のクエストでギルドとかに行ったりするとちゃんと知人として反応してくれたり。へえ。めっちゃいいそれ。ああ、どれもいらねえ。お金にしとくか。クエストコンプリート。クラスチェンジ解放。これであれでしょ？他のクラスのギルドを踊るつれ、受付に話しかけると新たなクラスを習得するためのクエストが発行されます。忠実について。これで、え？例えばさ、弓のクラスクエストを、ヒーラーの状態で進めることでできるのかな？だったらそうやってさ、レベルアップさせた方が得だよね。どうせやるんだったら。こんばんは。こんばんは。無理。あ、無理なんだ。弓は弓でやるしかないし、他は他でやるしかないのか。クラスってここで見れる？あったあった。わー。なんか、おいおいさ。ギルドのクエストはそのギルドのクラスじゃないと進みません。あー、ダメなんだ。破術師がいいかな？何がいいと思う？おいおい、違うんだよ。おいおい。例えば、レイドとかさ、みんなでやろうぜってなったらさ、何にしとくと便利？一番知識がないやつが。やっぱ回復？ヒーラー？あ、破術師ってマジシャンレンジズ DPS。DPS なんだ。ヒーラーじゃないんだ。何にするといいかな？クラフトは触んない。クラフトは触んない。何がいいかな？なんか、泳いやりたいのは、そういう、シルベルと話す。シルベルと話す？タンク1、ヒラ1、D1 持っとくと困らんね。タンク1、ヒラ1、D1？ はいはいはい。的を破壊すること。また的を破壊させられるのか。いやでも俺タンクはね、ときめかないんだよね。レイドに限らず、ノラとマッチングするときヒーラーとタンクがどちらかでもいるとマッチング早いですよ。あ、マジ？昨日はさ、破術師がどうたらこうたら言ってたけどさ、その場合こいつらがいいってことでしょ？現術師、学者。基本的に DPS が人口多いので。ああ、まあそうだろうな。人気そうだもんね。どれが一番いい？
剣術師、学者、先生術師、賢者。多分一番いいって言われるとなんか個人の趣味になるんだろうけど、ヒーラーだったら、あ、ソロで、レベル上げるも考えたときに。DPS 平気で30分待ちとかあるよ。マジ？巴術師が学者と召喚師になります。魔術師が学者と召喚師になります。マイキャラクター。あ、学者って直でなれないんだ。じゃあ、魔術師に一回なってから学者になるのね。でも学者ってめっちゃいるんじゃなかったり、なんか学者が二人いるとなんかレイドで終わったって感じなんじゃないの？どこ？また！うわ、ここ解放すればよかった。最悪。先にそっち解放すべきだった。え、ヒーラーで一番レイドとかで役立つはどれ？それはないわってやつ。なんか先生術師とか良さげなイメージなんだけど俺。そうでもない？まあ揃ったら揃ったでなんとかなる。あ、なるんだ。そして占い師は30レベルから、賢者は80レベルから受注可能。あ、でも全然だね。こう行ってこう行ってこう行くから、合ってるかこっちか。ああ、じゃあ、賢者レベル80から受注可能ってことは、全然慣れないんだ。まだまだ。じゃあ学者がなるのが一番。占星はヒーラーというより、バッファーかな。あ、バッファー。先生術この段階で慣れたっけ。なんかレベル30とかじゃないと慣れないって言われた。慣れないんだ、もはや。バッファーいいなぁ。え、バッファーいいなぁ。これをチェックマーク入れる。シルベルの呪術。で、青天いかんとダメじゃなかったっけ。青天いかんとね。そういや、受注先2章だっけ。あ、なんだよ。2章なんだ。じゃあ、まだまだだ。じゃあ、ダメだ。じゃあ一旦ヒーラーお預け？え、なんか俺今先生術にときめいてる自分がいるよ。バッファーいいわ。バッファーやりてえ。めっちゃ忙しいよ。あー、レイドの時に？忙しい？え、先生術ってさ、死んだ味方を復活させるのとさ、基本的なヒーラーは現実しかヒーラー、ヒールもできる？え、忙しいのか。現実師。現実師は？なれるのそんな遠くない？間違った、ぶちしまって。はい。びっくりした。そう。グリダニアでなれるよ。あ、現実師はグリダニアで、あ、間違った、変なやつ繋ぐしてた。今なれるのは白と学者かな。初期選択クラスの一つだし。はい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 。わー、そうなるといよいよ悩むなー。今はこのままメインストーリー進めて、2章入ってから、なんだっけ、先生術師にしようかな。距離が一生と言われるわ。あと1個、あと1個。わあ、悩むなあ。まあでもメインストーリーを進めるっていうのが第一って考えたら、とりあえずは、
あれなのかもね。一旦とりあえずは初期選択プラスのギルドの場所が最初の町になる。ああそういうことね。お、屋根の上乗れるんだ、すごいね。えい、いで距離が遠すぎます。交換ジュベルに報告。これさ、エーテライトってさ、このエーテライトって何の価値があるの。なんか、うざいな。なんかこの、せっかくここにいるんだったらここから飛ばさせてくれよ。待て、デジョン見て、900ドルかかる、900ジルかかる。やば、高っ。グリダニア新市街に飛びます。悩むな。ホームポイント登録するとテレポ安くなるよ。ああ、じゃあ一旦なんかこの感じでまだここめっちゃ近い。それはお金じゃないよ。あ、お金じゃないの。一回俺ここホームポイントにしとこう。めっちゃ来る。まだデジョンは無料よ。あ、デジョン無料なの。次使えるまでの時間。あ、そういうこと。長っ。あ、この、デジョンはリキャスト長いのよね。こっちか、道合ってるか。そういうことね。そうか、待って。こっち行ってか。どうしよう。でもやっぱメインクエスト進めるって考えたら、一旦このまま弓矢で、レベル上げといて、弓矢のクラスクエストだけバー進めて、でメインストーリー進めて考えようかな。レベル上げるの多分そっちの方が早そうだしね。進め方はお任せします。違うわ、ホームポイントが安くなるんじゃなくてお気に入りが安くなる。お気に入りか。的を壊してきたようだな。冒険者にしてはなかなか根性があるようだが。ホームポイントがデジョンのテレポ先だ。そういうことね。根性があるようだが、この手で、何だよ、こいつ。フォレスターは、グリダニアで幾度もの戦いを経て。はいはいはい。我々が、お前が考えたわけじゃないのね。学びたいという意志があるなら、イクサル族の石膏部隊を撃退してみせろ。仕留めるんだ。さほど苦戦、なんでそんなやつのお話ししたんだよ。変更しないと記憶から抜けていくわら。いや、それね、絶対にさ、うわ、そういや、そっちにしてたと思ってさ、あるよね、絶対。そういうの。